皆さんこんにちは、ネイルブックチャンネルのリオナです。今日は武蔵中原駅から徒歩2分の場所にあるプライベートサロンアンドブルさんにお邪魔しています。本日施術をしてくださるのはオーナーネイリストの志村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。志村です。武蔵中原のプライベートネイルサロンアンドブルー、アロマのいい香りが漂うナチュラルな雰囲気の店内です。施術スペースの隣には畳のキッズスペースも完備。丁寧なカウンセリングとネイルケアで持ちの良さに定評があるネイルサロンです。通常のネイルメニュー以外にも巻き爪ケアメニューなども用意されています。本日だと私が初めてのネイル体験ということで、はい、すっごく楽しみにしてきました。ありがとうございます。今日初めてなんですね。はい、一生懸命やらせていただきますので、よろしくお願いいたします。もうお店に入ってきた瞬間からすごいアロマのいい香りがして、店内のインテリアもこうウッド調だったり観葉植物が置いてあったり、すごく素敵な店内ですね。少しでも癒しになればと思います。すごい癒されていますすでに今日はどうしてうちのサロンに来てくださったんですか？ですね、ネイルブックの取材記事を拝見したのがきっかけなんですけど、どのデザインもすごく綺麗で、優しさというか柔らかさみたいなのをすごい感じて、それがこうキュンってきたので、ありがとうございます。はい、いくつかちょっと質問をメモにしてきたんですけど、手術の前にちょっと質問しても大丈夫ですか？あ、もちろんです。はい、お願いします。お願いします。はい、一つ目がですね、ジェルネイルをするには足の爪の長さがどれぐらい必要とかってありますか？フットネイルの場合は基本ショートネイルをおすすめしているので、白い部分がだいたい1ミリぐらいあった方がいいかと思います。はい、そうなんですね。はい、ありがとうございます。二つ目がですね、足の爪を家で切るときにこれはやらないでっていうこととか、注意点とかって何かありますか？爪が伸びてくると白い部分をどうしても丸くそれに沿って切りたくなってしまうんですけれども、うん、角を切り落としてしまうと、はい、巻き爪などの原因にもなりますので、なるべく、先端はまっすぐストレートに切ることをお勧めしています。そうなんですね。ありがとうございます。はい、最後3つ目なんですけど、ネイルサロンではフットの手術をお断りすることとかもありますか？だからというのも、実は私なんか足をぶつけてしまったのか、はい、右足の親指に血まめみたいなものができてしまっていて、はい、ぶつけてしまって内出血してしまった場合などは、はい、特にお客様の痛みなどがなければ施術はさせていただくんですけれども、爪の周囲の皮膚や爪にちょっと疾患があるとか見られた場合は一旦お断りさせていただいて、病院に受診することをお勧めしております。はい、本当にいろいろ教えていただいてありがとうございます。安心してちょっと施術を受けられる気がします。はい、はい、楽しんでください。こちら高くなっているので足元に気をつけて登ってください。はい、座ってください。あー、すごいふかふかですね。ありがとうございます。膝掛けをお使いください。ありがとうございます。コロナ対策でカーテンの方を閉めさせていただきます。なるほど、こういう風に対策をされてるんですね。はい、じゃあちょっと今フットバスをお持ちしますのでお待ちください。はい、わかりました。じゃあちょっと足を上げていただいて、はい、こちらの中に足をつけていただいて、あー、あったかいですか？はい、すごい気持ちいいです。電源入れさせていただきます。はい、これでちょっとしばらくお待ちください。はい、すごい気持ちいいですね。こちらフットバスにバスミルクが入っているので保湿成分もあってお肌がツルツルになります。そうなんですね。はい、めちゃくちゃ気持ちよかったです。なんかこう先にきれいにしてから施術をしていただける感じがしてすごくいいですね。足の汚れはやっぱり気になるお客様すごく多いので、フットバス入っていただくと足の皮膚もふやかして柔らかくなって施術しやすくなりますので。そうなんですね。はい、これからの季節とかだと足結構冷えてたりとかもするんで、さっきの温かいのがすごい気持ちよくて。そうですよね、なかなか家だと多分できないと思うので、はい、消毒からまず施術入っていきます。これは特になんかその感染対策とか関係なく普段もやられてる？あ、そうです。まず消毒は必ずコロナに関係なくいつもやる。なるほど。プリパレーションに入りますね。はい、プリパレーション、どんな工程をするんですかね？まず爪の形を整えて、はい、爪の皮膚の周囲ですね、甘皮をきれいにして、あと爪表面を
整えていきます。でこれをすることによってジェルの仕上がりが美しくなったりだとか持ちが良くなったりしますので、うん、大事な工程になります。まず先端を、ストレートに短くカットしていきます。はい、自分で切ってる時の方がなんならちょっと痛いです。あ、本当ですか。全然切られてる感覚がないです。最後にファイルっていうヤスリでちょっと爪の形を整えていくので、まず簡単に先端長い部分だけちょっとカットしていきます。ホットネイルって夏のイメージが強いんですけど、はいはい、夏以外にもホットのオーダーってあるんでしょうか？あ、ホットのオーダーはやっぱり夏が一番多いんですけれども、うん、一年中される方も中にはいらっしゃいます。冬だとどうしても靴下履いたりブーツを履いたりしてしまって見えないので、うん、その間に巻き爪矯正をされてまた夏に備えるっていう方もいらっしゃいます。なるほど。それではちょっとマシンを使って、甘皮周りをきれいにしていきます。痛かったり違和感があったりしたら遠慮なくおっしゃってください。はい、わかりました。失礼します。痛くなるイメージがあったんですけど、全然痛くないです。むしろちょっと気持ちいいぐらいですね。皮膚のちょっとこういう乾燥した硬いところがあるのでそこもちょっとだけ、ありがとうございます。爪の周りの皮膚が綺麗だとやっぱりネイルがすごく綺麗に見えるので、はい、周りの皮膚のケアとかしてあげるとだいぶ印象が違ってくると思います。足先もじゃあやっぱり保湿を結構した方がいいってことですよね。そうです。なるべくなんか熱いお湯に使った後に、もうどんどん乾燥が進むのでもうお風呂から上がったらなるべく1秒でも早く、うん、保湿をしてあげた方がおすすめです。ガーゼでもう一回きれいにしていきます。はい、これも今甘皮ですか？はい、先ほど、マシンで押し上げた甘皮を、余分な部分をニッパーでカットしていってます。はい、じゃあこれでプリパレーションが完了しましたのでお色のせに入っていきます。ありがとうございます。近くで見ても大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫です。すいません、失礼します、はい。わー、すごい、全然違いますね。足の爪の角質は硬いので、はい、自分でケアするのがすごく難しいと思うので、はい、サロンに行ってケアしてもらうだけで結構変わります。そうですよね、はい、なんか自分でやっててこんな風に綺麗にこう周りがスッキリしたの見たことないです。元のよりちょっと長く見えます。長く見えます。すごい、ありがとうございます。なんかもうこれだけでもなんか満足しちゃいますね。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。